ということで今回もやっていきたいと思います。ということでここに泊まるのね。あ、なんこれ、駐車スペース、なんかカラスのマークついてるけど、これなんていうポケモンやった、なんかああいうポケモン何だっけ、忘れたん、何あれ、明らかに悪い奴らみたいなんが。よう若者たち、無事エントリーできたよね。ソニアちゃん、なんでホテルにいるの？泊まるからじゃないの。まどろみの森にいるとされる不思議なポケモンの調査、ガラドの伝説を調べれば何かわかるかもって思ってさ、せっかくだから一緒に見る？何を？なんだよこれ、ドラクエとかに出てくる勇者みたいな。ガラル地方を救ったと伝えられる英雄だよ。気になるなら説明するけど、じゃあ手短に。なぜ詳しく聞かない。大昔、ガラル地方の空に黒い渦、人呼んでブラックナイトが現れ、あちこちで巨大なポケモンが暴れ回ったが、剣と盾を持った一人の若者によって沈められた。ポケモンじゃなくって人が？その伝説の若者、すなわち英雄をモチーフにした像よ。ふん、本当に簡潔にまとめたね。英雄ってのは兄貴みたいに強いんだな。でも黒い渦とか剣と盾とか調べることいっぱいでソニア大変だな。大丈夫？うん、まあなんとかしないとね。あんたたち、ホテルに泊まるならチェックインしておけば？受付はなんだかちょっと騒がしいけどさ。うん、騒がしいと思うよあれ。オーケー、何か分かったらソニアにも教えてやるよ。何が起こってるのあれ。ホップのことよろしくね。なんでもさ、父親代わりとしてあいつのこと心配してるんだ。そういえばお父さんはいないの？まあ、うちもなんかおらんかったけど。チェックインするならカウンター越しに話すんだぞ。それぐらいわかるよ。チェックインできないよ、あいつら何なんだよ。また新たななんとか団みたいな。エール団ってなんだよ、チェックインの邪魔。エール団。ジムチャレンジャー応援のためわざわざ都会に来たのです。そんな真面目なエール団に邪魔するならポケモン勝負です。お、勝負です。敬語なんやね、ちょっとびっくりしたよ。見た目と全然合わない。こら、邪魔するならポケモン勝負と言いました。あるトレーナーを勝たせるためエールを届ける。我らエール団の凄さ恐ろしさじっくりたっぷり教える。シャレシャレなの。エール団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。エール団の下っ端はジグザグマ。おお、ジグザグマ使いそう。めっちゃ使いそう。二度蹴り、イエーイ、弱っちー。弱っちー。だいぶレベルも上げたけんね。いえ、一匹しか持ってなかったん？喧嘩を売っておいて負けた。俺めちゃくちゃみっともないな。そしてお金はもらっていきます。悪者からお金を巻き上げるアユナ。おい、エール団の仲間たち、俺の敵を取ってほしいです。え、もしかして全員と戦うの？はいはい、ホテルでポケモン勝負、いいじゃんね。もしかして女の子？え、エール団の下っ端が勝負をしていた。もっとさ、なんか可愛くできなかったのか、入れたに男やん。くすね、使いそう。二度蹴り、要は悪タイプには二度蹴りしとけばいいってことだ。そして大体二度蹴りのはずが一発で終わる。イエーイ、いいホテルなんて浮かれていたかもし、浮かれていたかも。邪魔して悪かったですね。本当はいい人なのかもしれない。みんなあれないな、話し方は丁寧なんやね。高級感あふれるスペース、落ち着いて戦えなかった。アイナ、お前のチェックインは騒がしいぞ。いや別に騒がしくチェックインしよるわけじゃないんやけど。あ、受付にスボミおるやん、かわいい。ってなんだこれ、ポケモン勝負してるのかよ。よーし、俺もトレーニングだ。アイナのポケモンを元気にしてやるぞ。そんなにダメージ受けてないけどありがとう。俺はジムチャレンジャーホップ、チャンピオンなら男だぞ。さあ2対2で勝負。お、残りの2人はまとめてなんやね。ちょ、うるさいよ君。
見える、お前の敗北が。聞こえる、お前の泣き声が。おっしゃ、行くぜ。まあ、そこはエールダンの下っ端たちでいいんじゃない？エールダンの下っ端とエールダンの下っ端がって言わんでも。そこはそっとしておいてあげてください。もうこの見た目の差ね。おっしゃ、二度蹴り。行け。オッケー、レベル10にもなってないとかね、もうちゃんとして。大丈夫よ、もう次で私その子もやっつけるけん。何その技、それバックアウト。おいし、二度切り。あ、間違えた。あ、ちゃんとそっちに当たった、よかった。おらん方やってしまった。はい、速攻。悲しくて声が震える、エールが欲しくて震える。ジムチャレンジの開会式見に来ただけなのに最悪。この二人はあんまり丁寧じゃない。見える、俺たちの敗北。聞こえる、俺たちの泣き声。みんな何してんの？あ、ここの応援ってこと？マリー？でも呼び捨てやね。いや、あの、ちょっと。あんたたちがジムチャレンジを気にするのはわかるけど、ちょっとばかり手荒すぎるって。いや、でもやっぱりここなんかな。ごめん。エルダンは私の応援団なんだけど、みんな浮かれてるみたい。あれかな、上の人の娘とかそういう感じかな。いや、でもそれならなんか様とかつけそう？わからん。ほらみんな、帰って帰って。やっぱ重要な人物やったか。私の応援に夢中で、他のジムチャレンジャーには時々しい態度になってるの。不愉快な思いさせたらごめんね。お前もジムチャレンジャーか。エールダンだっけ？早速ファンがいるなんてすごいぞ。まあ、でもそういうグループの子なんやろうね。こんばんは、ホテルすごみーへようこそ。ジムチャレンジにエントリーのポケモントレーナー様ですね。なんかこの髪型の人たちさ、みんななんか侍みたいに見えるのにスーツ着とるけん、すごい違和感。はい、ちょっとなんか銀玉チックな感じ出てない？アイラ様、リーグより伺っております。先ほどはありがとうございました。それではおやすみなさいませ。何かしらもっとお礼してくれてもよろしくってよ。がめつい性格である。え、部屋とか見せてくれんの？翌朝。何？ボール投げる練習？そこ？おはようだぞ。さて、いよいよ俺の伝説が始まるぞ。今までに何回そのセリフを聞いたか。よし、あいな。エンジンスタジアムまで競争だ。またそうやって競争。お、ジムチャレンジャーさん、いよいよ開会式ですね。よろしければジムスタジアムまで私がご案内いたします。あ、じゃあお願いします。では目にも止まらぬ速さでジムスタジアムまでお連れします。え、別にゆっくりでいいよ。早ジムスタジアム前に到着。さあ開会式ですよ。そういえばこの辺にもさ、水あるけど、こういうところにはおらんかな。水が溜まってる場所。え、なんかピュゲーって見えた。ピュゲーやん。ピュゲーですね。出といて。お、ピュゲいなくなった。チラーミーだ。チラミーは男の子の元へ戻っていった。てか、やっぱり私が思っとった通りのポケモンやったわ。水タイプじゃないのに、ああいう場所におるんやね。ちょ、せっかく連れてきてもらってあれやけど、とりあえず男の子のとこに。様子を見に行ってみよう。お、ちゃんと戻ってきとるね、チラミー。チラミー戻ってきたよ。見つけてくれてありがとう。これは勝手に帰ってきたとは思わんもんなんかな。探してくれた俺、受け取ってほしいな。何？戻スプレー。この時期大事。音に関する技を使うと特攻が上がる。え、そういう感じなんや、戻スプレー。へぇ。そういう使い方なのね。まあ、いいことしたけん気分も良いね。よかった、よかった。ちゃんと解決して。さあ、それじゃあ開会式、臨みますか。
さあ、ちょっと待って、もういいよ。開会式、お、早く試合をしたい。俺もファンが欲しいぞ。あれはファンなんだろうか。アイナさんですね。ジムチャレンジではユニフォームを着用していただきます。そして開会式はジムチャレンジの始まり。買ってこんといかんのかな、ユニフォーム。そうです。あなたもユニフォームに着替えてください。ん？なになになに？走ってった。あ、ちゃんともらえるんや。よかった。あ、7番。設定した番号や。素晴らしい。ユニフォームがお似合いです。7の背番号と相まって、とても凛々しく見えますね。それではいよいよ、ジムチャレンジ開会式です。でも自分で選ぶ制度にしたら絶対被る人いると思うけど、まあ、そういうのはちゃんと言ってくれるのかな。これがローズさん？あ、こっちかな、ローズさん。レディース&ジェントルマン。あ、いや、男の人の方か。私、リーグ委員長のローズと申します。最初に女の人みたいな名前って言った気がする。大詰まりの皆さんも、テレビでご覧の皆様も、本当にお待たせしましたね。いよいよ、ガラル地方の祭典、ジムチャレンジの始まりです。おー、席にもいっぱいポケモンがおる。ジムチャレンジ、8人のジムリーダーに勝ち。8個のジムバッジを集めたすごいポケモントレーナーだけが、あれ？ 7 じゃなかった？ 8？ 最強チャンピオンが待つ、チャンピオンカップに進めます。そこで戦うわけや。それではジムリーダーの皆さん、姿をお見せください。そして一斉に披露。どういう面々なんやろ。おー、出てきた出てきた。うわ、なんかすげえかっこいいやん。超かっこいいやん。ファイティングファーマー、草タイプ使いの野郎。ここはなんか最初に出とったやつかな。レイジングウェーブ、水ポケモンの使い手ルリナ。セクシー。いつまでも燃える男、炎のベテランファイターカブ。これがユニフォームショップで言い寄った人かな。ガラル空手の申し子、格闘エキスパート斉藤。斉藤？急に日本っぽい。ファンタスティックシアター、フェアリー使いのポプラ。フェアリー使い、もっと可愛い人とかじゃないの。ハードロッククラッシャー、岩タイプマスターマクア。ナルシストっぽい。ドラゴンストーム、トップジムリーダーキバナ。あー、ここもだな。一人来ておりませんが。え？ガラル地方が誇るジムリーダーたちです。一人来てないとかあるん？もうすでに出とるとか。ない。おー、いよいよ開会式に。うわー、大注目。めっちゃ緊張するやん、こんなん。あ、もう終わったん、開会式。ポケモンスタジアムのコートに立ったぞ。うまく言えないけど、ワクワクドキドキで、ワクワクとドキドキで震えてる。お、いよいよだ、ホップに会えな。やあ、君たちがチャンピオンに推薦されたトレーナーですね。ようこそ、はじめまして。私、ローズと申します。ちょっと待って、すでにダイマックスバンドをお持ちなんだ。いいね。あなたたちは願い星に導かれたのですね。みんな持っとるわけじゃないんやね。ちなみにダイマックスバンドを開発したのは私の素晴らしい会社なのですよ。自分で言う。今年のジムチャレンジは特に楽しくなりそうですね。いい、素晴らしい。ガラル地方が盛り上がりますね。ジムチャレンジはダイマックスを披露するのにもいいチャンス。申し訳ないのですが、私急ぎの用事がありますのでね。皆さんごきげんよう。委員長ご機嫌だな。いいか、二人ともまだスタートしたばかりだ。勝ち進むならポケモンだけでなくトレーナーである自分を鍛えろ。いいか、いいな。ジムチャレンジはジムに挑める順番が決まっているんだ。最初はターフタウン、そのため3番道路へ向かうぞ。
ジムチャレンジ。ジムチャレンジとは、ガラル地方に8つのジムを巡り、ジムバッジを集めるイベントです。ジムバッジを手に入れるには、ジムミッションをこなし、ジムリーダーに勝たねばなりません。要は、リーダーまでのトレーナーたちを倒せばいいってことやろ？違うのかな？今まで通りではない？そっか、みんな同じユニフォームやけん、あのおじいちゃんすげえ若々しい格好って思うんか。あ、あの人がおらん。お、よし、3番道路でポケモンを鍛えよう。3番道路を通り抜けてターフタウンに行きましょう。アイラさん、委員長からのプレゼントです。何？プレゼントという言葉に目がないアユナであった。プレゼント、素敵な響き。プレゼント、委員長素敵。失礼、プレゼントさせていただくのは空飛ぶタクシーです。空飛ぶタクシー、何その、一言で言えば空を飛ぶ。そう、空飛ぶタクシーに乗れば今まで行った場所にもあっという間にひとっ飛びです。え、何それ、ハイテクになってる。ポケモンじゃないんや。タクシー、空飛ぶタクシー。空飛ぶタクシーを使えばガラル地方の行きたいところへポケモンアーマーガーでひとっ飛びです。メニューを開いてタウンマップで行きたい場所を選んでください。あ、でもポケモンは使うのね。良いですか、空飛ぶタクシーのマニュアルをお読みしますね。 X ボタンを押してメニューからタウンマップを選び、次に目的地を決めてください。ただアイナさんの次の目的地はターフタウン。初めて行く場所は自分の足で向かってくださいね。了解です、分かってるよ、それぐらいは。おお、怖い。ジムチャレンジャー、試合楽しみだよ。頑張って。めっちゃ応援されとる。応援してます。あ、ありがとう、なんかなんかありがとう。あんなにみんなが大注目してるようなものなんだな。なるほど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで次は3番道路。3番道路ってどこなんやろ。あの、出る場所が違うんかな、入ってきた方向と。あっち普通にワイルドエリアやもんね。まあ、地図見たらわかるかな。